なあクイク、そこに立たれると私もどうしたらいいか困るんだが。私が何を言おうとしてるかワイナおじさんも分かってるよね。君たち二人は本当に懲りないね。このおじさんはもうお手上げだよ。なあ戻ってきた。クイク、なんでお前がここにいる？しらを切るつもり？私がなんでここにいるか、お姉ちゃんも分かってるでしょ？皆さん、ごめんなさい。この人を数分お借りするわ。ほら、ついてきて。まったく。しばらく失礼する。あのクイクって、ま、話せば長くなるんだが、チャスカの妹なんだ。血はつながっていないがね。部外者の私が言うのは少しはばかられるが、まあ秘密ってわけでもない。実はチャスカはククリュウに育てられたんだよ。彼女は幼い頃、ある珍しい病気に患ったことを理由に捨てられたそうだ。その時にアビスの侵食にあってね。ただアビスに飲み込まれる瞬間、彼女の中に生きる意欲が芽生えたんだ。その意欲を糧に彼女は奇跡的に生き残ったが、同時に彼女の中に闘争の種がまかれた。その後彼女はククリュウに引き取られ、ククリュウと共に各地で戦ってきたんだ。なんか戦ってる場面が自然と目に浮かぶな。それからクイクの親に引き取られて人間社会に戻ったんだが、当時のチャスカはまだ戦う癖が抜けてなくてな。クイクはしょっちゅうそんな姉を連れていろんなところに謝りに行ってた。懐かしいな。私も小さい頃チャスカと取っ組み合いの喧嘩をしたことがあるんだよ。彼女との仲はまさに雨降って地固まるってやつなんだけど、今はその衝動をちゃんと抑えられてるみたい。しかも人々の争いを仲裁する調停者になるなんてね。でもクイクとはまだ喧嘩するんだね。大きくなってからはもうしなくなったと思ってたけど。はあ、それに関しては私にも責任がある。もしチャスカが危険なことをしようとしたら止めてくれとクイクに頼まれてたんだ。だが君たちも知っているだろう、チャスカは一度決めたら考えを変えない。なるほど。だから八神の国に行く私たちを止めようとしたんだ。道理でチャスカに普段と様子が違うって言われるわけだね。私はもちろん君たちの冒険を応援しているよ。若い時には冒険も大切だ。私の年ではしたくても無理だからね。そうなったら後悔してもしきれないだろう。でもクイクの気持ちもわかる。大切な家族が命を懸けてまで冒険するのは誰だって耐えられない。ここなら誰もいないわ。さあ1分あげるから白状なさい。何も言うことはない。たとえ認められなくても私はただやるべきことをやるまでだ。クイクも知ってるだろ。そういう開き直った態度を取られるのが余計嫌なのよ。何も言わずに八神の国に行こうとするなんて、海外旅行じゃないんだから。八神の国も国なんだから海外だろ。またまた言い訳ばっかり。まず一つ約束したよね。危険レベルを4段階に分けたでしょ。不可避な場合を除いて危険レベル2までは許す。どんなにやむを得ない状況でも危険レベル3までが限度だって。あたしからすれば八神の国は危険レベル4、つまりマックスなの。そんな場所にお姉ちゃんはこっそり行こうとしたんだよ。正々堂々と競技を勝ち抜いたわけだし、それにこの件は自分にも関係してる。だからこっそりする必要はない。二つ目、ワイナおじさんを買収したでしょ。
お姉ちゃんを止めてくれるって約束したのに、おじさんたら何もしてないじゃない。ワイナを問いただす気か。だが彼では私の考えを変えられないし、どんな方法を使っても止めることができないと言ったら。ほら、ボロを出したわ。やっぱりお姉ちゃんの独断だったんでしょ。今回の件に関してはクイクが私の立場だったとしても行くはずだ。私は私、お姉ちゃんはお姉ちゃん、こっちゃにしないで。私は広報勤務の医者よ。お姉ちゃんが危険を顧みないで無茶するなら、医者として叱りつける責任があるわ。ああ、わかった。まだあるか？何よ、その言い方。しっかり反省して、絶対に行かないって約束して。ストップ。今回はガチなやつか？それともちょっとした口喧嘩の範疇か？お、ね、いっちゃ。私が冗談言ってるように見える？なら私もはっきり言っておこう。カチーナがこんな目に遭ったのには私にも責任がある。もし何もしなかったら私は私で亡くなってしまう。でも、もしお姉ちゃんが自分の衝動を抑えられなかったら同じ結果になるのよ。その話は別だ。モラルと責任の大切さについてはお前が教えてくれたろ。ナタの地に暮らす人間として叱るべき素質を備えるべきだと。自分自身の置かれた状況を正しく把握することもモラルの一つだって言ったはずよ。どちらかを諦めないといけない時だってある。もうやめにしよう。これ以上とやかく言うなら私も本気を出すぞ。ワイナの家の屋根を吹き飛ばしてほしくないだろ。何よ、脅してるわけ？脅しよね、クイク。少しは姉の言うことを聞いたらどうだ。どうしても行くの？私が何を言ったって無駄ってこと？私のこと本当に妹だと思ってくれてる？妹なら私たちの凱旋を待っていてくれ。お姉ちゃん、しょうがないわね。お姉ちゃんったら本当に頑固なんだから。まったく頭が痛い。何か言いたいことでも？君たち二人は血こそつながっていないが、本当に性格がそっくりだよ。そうか？前にクイクにも同じことを言ったら、彼女もそうかなぁとさ、言うことまでそっくりときた。部外者である私が言うのもなんだが、時間があるときには妹と過ごしてやりなさい。君たちは二人とも強い子だ。だが強さは孤独に耐えられることを意味しているわけじゃない。ありがとう。気にするな。さて、スピリットストーンを使い終わったのなら返してもらおうか。儀式の道具だから私のところで保管しといた方がいいとキーニチが言っていた。実はその、金融野郎がいてくれたら天空のライヤーを直した時みたいにできたのに。借りたのは1個だったが2個返そう。ん？そうだったのか。まあ、人命に関わる緊急事態じゃやむを得なかったのだろう。しかし問題はシトラリの方だ。特に彼女のものを壊してしまったとなると、後で私から彼女に説明しておこう。八神の国に着いたらくれぐれも気をつけてくれ。無事帰ってくるのを待っているよ。